ジュリア・ウォード・ハウはアメリカ合衆国の著名な奴隷制度廃止運動家、政治活動家、リパブリック参加の作詞者として有名な詩人でもある。ジュリア・ウォードは父、サミュエル・ウォードと母、ジュリア・ラッシュ・カトラーの7人の子供のうち第4子としてニューヨーク市で生まれた。兄弟の1人にサミュエル・カトラー・ウォードがいた。父親は裕福な銀行家だった。母親は 彼女が5歳の時に他界した。幼少から、イタリア語、フランス語、ドイツ語、ギリシア語と多くの言語を学んだ。彼女の父方の祖父母は、大陸軍の中佐サミュエル・フォードとフィービー・グリーン。母方の祖父母は、ベンジャミン・クラークとサラ・ミッチル・カトラーである。父方の祖父サミュエル・フォード中佐は、ロードアイランド州の総督で、後に、大陸会議の代表となったサミュエル・フォードの息子である。 父方の祖母フィービー・グリーンは、ロードアイランド州知事ウィリアム・グリーン。ウィリアム・グリーン、1731年8月16日から1809年11月30日とキャサリン・レイの娘であった。1843年、ギリシャ独立戦争の英雄の一人で、シェブの愛称を持つ、医学博士のサミュエル・グリドリー・ハウと結婚した。ハウは、パーキンス盲学校の初代校長である。 夫妻は、サウスボストンに自宅を建て、6人の子供たちが生まれ、自由土地等で活動した。彼女はユニテリアン派協会に所属していた。ハウが、ウィリアム・ステッフの既存の曲に歌詞をつけた、リパブリック参加は1862年のアトランティック・マンスリーで最初に発表され、直ちに南北戦争において、北軍の間で最も人気の高い歌の一つとなった。 1870年、ハウは母の日宣言と共に、初めて母の日を宣言した。戦争後は平和主義と女性参政権の運動に集中した。1872年から1879年まで、ルーシー・ストーンとヘンリー・ブラウン・ブラックウェルのウーマンズ・ジャーナルの編集を手伝った。晩年のハウ1910年10月17日、ハウはロード・アイランド州ポーツマス。 オーク・グレンの自宅で亡くなった。91歳であった。彼女はマサチューセッツ州ケンブリッジのマウント・オーバン・セメタリーに埋葬された。1908年1月28日、ハウはアメリカ芸術文学アカデミーに選ばれた初の女性となった。1970年には没後60年にしてソングライター殿堂入りを果たした。ハウの肖像は百八十七年に アメリカで発行された14セント切手の図柄になっている。シカゴ・オースティンコミュニティのジュリア・ウォードハウス・クール・オブ・エクセレンスは彼女の栄誉を称たたえ名付けられた。ロードアイランド州オーク・グレンの彼女の家は1978年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に加えられた。作品と文書電気栄誉。ありがとうございます。